稲棒州通王冠は、千葉県千葉市中央区浜野から外房を通り、立山市北条に至る街道である。茂原市までの一部は、茂原街道と大網街道として構成されている。別所は、房総東王冠である。千葉県の外房の大部分を通っており、現在は、県道14号と国道128号が東海道に沿う形で建設された。 しかし、原禄地震、関東地震などの東京湾地下の相模トラフ巨大地震や慶長地震などの暴走沖地震、千葉県東方沖地震などにより流気、沈没、樹木の倒壊、地質が軟弱のため土砂崩れが起こるなどしたため、道順はたびたび変化している。また、正確な成立年は不明である。なお、稲とは、中世の和佐国泉郡に作られた荘園である。 稲層に由来する。東海道は、江戸時代には確立しており、内房の房総王館、外房の稲房州通王館、銚子街道、成田街道とともに、多くの生活路、輸送路として役割を果たした。古くより、房総王館と混同されて記されることもあった。現在は、千葉県道路愛称名により、浜野から茂原までを、茂原街道、浜野から大網までを、 大網街道として構成されているが、それより南では正式の愛称名を付けられていない。明治時代以降は、軍事面の役割を高めるため、房総王冠と共に国道として、正式に整備され始め、外房線と共にその役割は増進した。なお、太平洋戦争後は、モーターリゼーションなどにより、自動車が普及したため街道が整備され、国道128号のバイパス道路である。 外房黒潮ラインが建設された。なお、浜野や茂原などの古くから栄えている町では藩などが管理していたが、勝浦、鴨川など海岸線間際の地域では地元民により舗装の維持をしていたため、総括的に管理されていない。当項目では起点を、中央区、浜野交差点、終点を、立山市、工場交差点とし、近代以降の道順。 変遷について記述する。起点である、千葉市中央区、浜の交差点の暴走王冠から分岐する。県道219号が踏襲し、村田川の河川流域を通る。県道14号千葉茂原線と合流し、古市城交差点で国道16号と交差する。その後は、村田川の真横を通り、千原台からは、県道14号が主に踏襲し、 朝鮮軍ながら町を通過、県王道茂原長江スマート IC と接続し、茂原市に入る。甲市交差点で、国道128号と合流する。起点である、千葉市中央区、潮浜橋交差点の暴走王間から分岐する。県道66号、浜の四街道長沼線が踏襲し、西み交差点で、国道16号と交差する。本万寺付近でそれて、 北西三上宿で、千葉外防有料道路と接続する。そこからは、外防線の真横を通過して、緑区に入り、お弓の一丁目交差点で途切れる。鎌取十字路交差点からは、県道20号千葉大盲線が踏襲する。鎌取駅、本田駅の横を通過し、ホンダ IC で、千葉外防有料道路と接続する。再び、外防線の土系駅のそばを通過し、 大網白里市に入る。大網駅付近で、長子道と接続し、そこから南に向けて、九十九里平野を通過する。長田駅を通過し、本納駅付近で、県道226号本納停車場線が、東州、本納交差点で、国道128号バイパスと合流する。4 6トルほど道なりに進むと、 県道14号千葉茂原線と合流する。茂原公園交差点で、道表通り、高砂通りに曲がり、再び国道128号が踏襲する。市宮町を通過し、虎見駅付近にて、県道152号が踏襲、い市に入り、三崎町江場戸にて、国道128号と交差する。三角駅入り口からは、外房線の横の旧市街地を通り、 国道四百六十五号の深堀交差点に出る。泉市役所入口からは、県道百七十四号が通州、大原駅近くを通り、カイ交差点に出る。泉郡御宿町を通過し、勝浦市の勝浦支部、原交差点からは、海岸線を通る。住名付近で、山ルートと浜ルートの二手に分岐する。住名の外房線房総街道ガード下を通り、 海り交差点に出る。以降は、県道82号が踏襲し、鴨川市内浦から旧道に出て、小港に入る。国道128号旧道に沿うようにある市道が、踏襲している。海岸線にある崖のそばを通過し、途中では、急な斜面が続く。うばら駅、かずさ津駅、なめかアイランド駅など、外房線と、並行しながら市街地を通過する。 小港付近で山ルートと合流する。そこからは国道128号9道が踏襲する。天津を通過し、東町交差点に出て、鴨川市広場から県道247号が踏襲し、鴨川橋を通過、飼い渚付近で市道を通過し、県道89号に出る。再び県道247号に出て、国道128号9道を通過し、 南房総市に入る。和田町開発にて分岐し、市境付近で消失する。立山市水田まで国道128号と合流し、各地で急道を通り、国道127号と交差、北条交差点で房総王館に出る。千葉市中央区、緑区、大網白里市市原市、長生郡長良町、茂原市、長生郡一宮町、いすみ市、 泉郡恩塾町、勝浦市、鴨川市、南房総市、立山市。ありがとうございます。